Welcome to Shui Chan. どうぞ、シュウです。今回は、メカブレイクのパンサーです。なんかね、メール見てなかったんですけど、ゲーム内のメールで全機体アンロックできるリソースが配布されてたんですね。その影響で全機体アンロックできることが判明して、やったーパンサー使おうみたいな。とりあえずちょっとこれ、ベータバージョンだとみんなパン、格闘に対して、慣れてなさすぎるので、で、格闘、こいつはかなりブンブン触れる影響で、なんか、知らない初見殺し的なのが発生しますね、だいぶね。ステップできるようになったんですね、こうやってね。これが大きな違いかなと。はい、チェックされちゃいましたね。ガードシュー、あれ乗んなきゃいけないんですよね。そして敵の重がちでしょ、こっちだね。しかし熱い、あれ乗らなきゃいけないんで乗りたいんですけど、まあちょっと敵を倒すことを優先しますかね。だけど復帰が早くなったんで、倒しまくっても意外と早く帰ってくるんですよね。止めて使ってください。あ、止まんなかった。あ、固まった。信号構
送車が米軍使用中で輸送車に乗って進み続け、マッシュカーですか。殺していくなきゃいけない。いいですね、パンサー。あ、みんなルールが分かってるのがすごい、素晴らしい。回復もらってるのすごいありがたいんですよ。みんなルール分かりまくってる、最高だ。届くんです。これ安定そうだね、ルールの理解度の差が。はめた、完全にはめた。またね、素晴らしいですね。ブースト回復マックフル深くにするのはダメだと思う。あ、死んだかな、これは。さすがに動いたします。ラグってる。回復はね、すごい出たんですよね。フル回復はずるいよね、こいつな。助けられた。さすがに死んだ。
というわけでクローズベータバージョンではだいぶ強いんではないでしょうか。いやブーストが結局格闘機でブーストフル回復できちゃうのは格闘ブンブンできちゃうので他のキャラはそれがないんでね。敵将はだから相当遅いっすよね。その点竜炎も昔はちょっとブーストを早くするっていうのスキルがあったんですけど今ないんで竜炎とか関所は射撃をうまくばらまいていかないとなんか辛そうな感じです。そういう意味では本当に純格闘機的には行きましょう。はい、というわけで多分ティア的にはパンサが1位ですね。その次に、まあ、ファルコンとかルミナとかが来てハリケーンがねどうできるか。まだハリケーンまだ難しいので、ティアがパルお手軽なんでこいつが1位であることは間違いないし明らかにおかしいです。非常に素晴らしい性能を持ってます、ね、相手からするとふざけんなってなるぐらいルミナ握らないですからね。ブースト回復しちゃうのがまああくまでのテストなんで結構バランス変わっててブースト回復スキルとかちょっとアッパー入ってるんですよね。チャージした状態で横移動できるようになったりステップ踏めるようになったりとか相当龍炎がナーフをもらったのに対してこいつはバフをもらってるので相当強いですね。正直相当強いです。火ダメ100万あるのにそれでも2回しか死んでないのでまあ回復がすごいしてもらったんでね。ルミナのアシストがやっぱ19ってのはえぐいですよね。という感じで、パンサーインバー OP ですね。パンサー OP です。まあ、これをどう処理するかっていうところですな。はい。というわけでした。今回はパンサー使ってみました。これは強いぞ。使いこなそう。ただ次のテストでは弱体化食らうだろうなっていうぐらいのちょっと頭一つ抜けてますね。はい。そんな感じでした。それでは今回ここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シルでした。